昨日ですね、ビッグスカイラブ注目のトップ3という動画がありましたけど、まあこれ毎回ね、新セット恒例の動画になってるんですけど、まあ、僕も見ました。ただ、あいつらもう何も分かってないですね。無難なカードばっかり上げ上がってっていうの。そういうのじゃないんですよね。もっと、これがもう、みんなが注目してないけど、これが来るっていうのをね、やっぱみんな求めてると思うんで、まあ今回の動画はですね、ビッグが選ぶ、ビッグスが選ばなかった注目カードトップ3という、まあ、動画にしたいかなと思ってます。まあ3つ選んだんで、まあ、早速行ってみたいと思います。まず1つ目が、大10関区の英雄ですね。このカードもまず2マナ2、3のスペックっていうのはいいですね。で、証拠収集こそ必要なんですけれども、起動コストもね、2マナと3マナで軽くというか、かなりいいかなと思います。で、証拠収集のね、コスト、まあ、コストは、大体ね、除去されていると、まあ、基本的には2はまずで、達成できますし、それが落ちてないような状況なら、まあ、攻めてるってことなんで、まあ、全然いいかなと思います。で、本当にこの2マナながら長期戦になった時にかなり頼れるし、まあ、序盤から使用できるカードとしても、下の環境で、パイロン人間とかでも活躍の場はありそうかなと思います。はい、じゃあ2つ目。2つ目は、深紅の鼓動の事件です。まあ、これは、まあ、赤の、短期的なアドバンテージを得るカードなんですけど、まあ、改名後に手札を捨てるのは、そのアップキープの、自分のアップキープの開始時なんで、まあ、相手のターンまでね、まあ、カードを構えることはまあ可能になってますね。で、本当にサイド後ね、赤タンのサイドボード後で、まあ、ちょっとアドバンテージ取りたいみたいな、長期戦しそうな相手とかになった時に、こういうカードは結構役に立つかなと思って選びました。で、まあ、3つ目。上気学の学者ですね。特定のカードを捨てれば、アドバンテージを得るっていうことができるんですけど、まあ、例えば、イゼットフェニックスみたいなデッキだったら、そっち以外の全てのカードがこれ、まあ、特定のカードに当てはまるんですね。まあ、1枚捨て、土地以外を捨てれば、まあ、ディスカード1枚で済むと。まあ、むしろ、そのイゼットフェニックスの場合、そのフェニックスを2枚捨てたりね、その捨て先として使うこともできますし、墓地対策されがちなイゼットフェニックスのサイドプランとしても、この3の2に飛行、っていうので、アタッカーとしてね、サイドが活躍するかもなと思って選びました。はい、どうでしょう。まあ、これはね、もうビッグスなんでね、こういうのを選ばないんだというね、思い込めて、まあ、3つ選んだんですけど、まあ、このカードが、まあ、どうなるかは、まあ、神のみと知るということで、プレイヤーズコンベンション、横浜、楽しみにしておきましょう。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。